出場がかかったコンテスト、ちゃんと申し込んできたよ。ありがとうございます、今井さん。お礼なんかいいって、私は自分から言い出したことだし。それとさよ、ありがとね、最後にチェックしてくれて。内容に不備があってコンテストを受けられないという失敗例は時々耳にしますから、今井さんを信用していないわけではないけれど、一応。ああ、アコ、今からドキドキしてきたよ。なんだかボス戦に向かって盛り上がっていく感じがする。みんな、おしゃべりはそこまでにしてちょうだい。今日からは今まで以上に本番を意識した練習をするわよ。だね、よし、みんな練習始めるよ。さあ準備準備。ユキナ、どうかした？なんでもないわ、始めましょう。ねえねえ、今のすっごくよくできたよね。なんかこう地獄の仮想に囚われし煉獄の悪魔が、ババーンって感じで。そうね、リサ、あなたはどう思ったかしら。サビ前のところだけど、もう少し強めがいいと思うんだ。え、もう少し強く？分かったよ、リサネ、やってみるね。サヨもギターの入りを少し早めにして徐々に上げていく感じにしてもらってもいいかな。ええ、構わないわ。それとリンコって、あれ？みんなどうしちゃったの？なんだか驚いてるみたいだけど。すみません、ただ珍しいなと思って。今井さんがこんな感じで皆さんに指示を出すことなんてこれまであまりなかったでしょ。あ、そう言われてみるとそうですね。リサ姉に言われるのってなんか新鮮かも。え、そうかな。今までもちょこちょこ意見を言ってたと思うんだけど、今井さんはどちらかというとこういう場合意見を言うというよりも間を取り持ってくれる感じだと思います。白金さんの言う通りですね。意見の衝突が起きないよう自分自身の言葉は飲み込んでいるような印象がありました。リサ、変わったわね。もちろんいい意味でよ。ユキナまで。あなたが変わったきっかけはやっぱり今回の曲かしら。自分じゃ気づいていなかったけど言われてみるとそうかも。今回の曲は自分で書いた歌詞だからってのもあって、なんだかじっとしてられないんだよね。私の歌詞にメロディーがついてさ、みんなの音が重なって、そこにユキナの声が乗っかって、なんだかどんどん世界が広がっていく感じ。私今すっごく楽しいんだ。なんて、ごめんね、これって私のわがままかな。謝る必要なんてありません。湊さんも言っていたじゃないですか、今井さんは変わった、もちろんいい意味でと。それにこの曲のイメージについては作詞者である今井さんが一番明確なものを持っているはずです。そうね、頼りにしているわ、リサ。けどみんなも何か気づいたことがあったら遠慮せず口にしてちょうだい。それじゃあもう一度頭からやってみるわよ。リサね、今度はどうだった？ちゃんとできたと思うんだけど。うん、バッチリだったよ、さすがアコ。本当？やったアコの手にかかればいかなる試練だろうとダーンってクリアしちゃうんだからね、リンリン。うん、やったね、アコちゃん。今井さん、私のキーボードはどうでしたか？リンコもよかったよ。この調子でフェスまで駆け抜けちゃおう。はい、また一歩前に進むことができましたね、今井さんも、そしてロゼリアも。
私たちの意見を取り持つことにとどまっていた今井さんが今では積極的に曲について話し始めています。そのおかげで意見が静まる方向に着地するのではなく高まる方向に進んでいる、そんな気がします。そうね、リサはいつも自分は他のみんなより実力が足りてないとそう言っていた。その言葉にリサ自身が縛られてしまっていたのね。だからずっと意見をすることに消極的になっていた。でも今回リサが作り上げた歌詞が今こうして曲として完成しようとしている。それがリサの自信につながっている。きっとこれからのリサは今まで以上に私たちロゼリアの音楽に深く踏み込んできてくれるわ。このまま進めば私たちはきっとええ、そうね。ちょっと、どうしたの？ユキナもサヨも二人で何話してるの？ いえ、これからのロゼリアのことについて少しね。ええ、リサのおかげでまた一つ私たちが次のステージに進めたんじゃないかと話していたわ。え、本当に？そう言ってもらえるなんて嬉しいよ。慢心してはダメよ、リサ。まだゴールじゃない。最高の曲として完成させて完璧な演奏をコンテストで届ける。そのためにやることはまだまだあるわ。前回審査員からもらった好評、入賞してフェスに出るのではなく優勝でフューチャーワールドフェスに出場する、それを忘れてはいけないわ。そうだね、ユキナ。ここからだよね。もっと練習しなきゃ。ってもうこんな時間、まだまだやる気満々なのに。私スタジオ延長してくるね。
私がロゼリアで見たい景色について考えてみたんだよね。それで見つかったの？うん、私の原点、それはユキナとユキナのお父さんと一緒に音楽を楽しんでいたあの景色。私はあの時にユキナと奏でる音楽が好きになったんだって、そのことを思い出せた。これからもロゼリアを続けていけば、厳しくて辛いことがたくさんあるかもだけど、この原点だけは大切にしていくつもりだよ。いやー、大切にしたいものがはっきり分かるとこんなに自信が湧いてくるものなんだね。リサちゃんがレベルアップしたって証拠だね。私たちも応援してるから、これからも頑張ってね。うん、ありがとう、マリオンさん。私が今回作詞した内容もメンバーにも評判良くて、それも自信につながってるかも。この調子で今度は作曲もやってみたいかな。うん、作曲だけじゃない、ロゼリアのためにできることもっとやっていきたい。今度はもう自分に言い訳はしない。ロゼリアと一緒に私も成長していくんだ。すっごいやる気だね。これは今回のコンテスト期待できそう。もちろん、これからの私を楽しみにしてて。